まあ、つまり63校もあったわけですね、偏差値70を超えるところが。すごいね。皆さんのご意見お聞かせください。またあとは補足情報ですね、ここはこうなんですよっていうので。では始まりました、むてチャンネル。さあ今回は全国高校偏差値ランキングというのを見ていきたいと思いますね。はい、まあ大学に関してはいろいろと取り上げてきましたが、高校にも偏差値ランキングがありますので、そちらを見ていきたいと思いますね。まあいろんなサイトでいろんなランキングがあるので、どれが本当なんだっていう感じなんですが、まあ一番わかりやすいサイト、受験校偏差値ランキングというですね、ウェブサイトを見ていきたいと思います。まあこのサイトにはもっと詳しい情報いろいろ載ってますんで、興味ある方はですね、この動画見た後で見てもらえればいいんじゃないかなと思います。でこのサイトのね、いいところはですね、順位と偏差値だけでなくですね、地域が分かったりとか、あとは学科も載せてくれてるので、そう、学科によってもやっぱねレベルが違ったりするので、それが分かるのがいいですね。では見てみますね。最初が1位、灘高校。やはり灘がナンバーワンですね。偏差値76、兵庫県。まあやっぱり灘高です。英語の問題解いていく動画いろいろ出してますけど、圧倒的に灘が難しい。やっぱり一番今のところね。そして同率1位が筑波大学附属駒場。はい、こちらは私立じゃないですからね、東京にある学校ですが、有名ですよね、ここつくこま。これもね問題解きましたけど。そして次が第3位が偏差値75、開成高校。はい、東京の私立、やっぱり超有名ですからね。まあ東大合格者数ナンバーワンということで、それはまあ数の開成と呼ばれますんで、灘とね、つくこま、開成、この3つは非常に有名ですよね。まあ東大といえばって感じですよね。続いて第4位、東大寺学園。ああはいはいはい、これも動画作りましたけど、東大寺学園の問題解きましたが、はい、奈良東大寺ですね、やっぱり有名ですよね。そして大阪天王寺、はい、ここも有名です。そして科が理数科なんですね、違うんですね、普通科とレベルが。これがね知れるのが面白い。で続いて同率第4位は洛南高校、偏差値74の続くわけですが、京都で内部進学なんですね。なるほど。でまあ男子校とかが多いのに対して、天王寺洛南は共学という形になります。同率第4位、関東では慶応義塾高校ですね。はい、塾校と言われるやつですね、内部で。神奈川県横浜市にありますね。そして慶応女子と、慶応義塾女子という形で、はい、東京にありますね。でさらには筑波大学附属、はい、筑府ですね。でさらにお茶の水女子大学附属、はい、お茶の水女子大ね。でここまでがベスト10という形になりますね。でもサイトによってやっぱ違うので、筑府っていうのも1位になってるサイトもありますし、お茶の水女子大が1位になってるサイトもあります。灘とか開成とかとも並んでるっていうね、そういうウェブサイトもあります。でベスト10がここまで。そして次からが11位、ラサール。はい、九州出ましたね、鹿児島ですね、初の九州勢ランクイン。で次が渋谷教育学園幕張、はい、渋幕ですね、うちのチャンネル出てくれてる細井先生の高校です。次が西大和学園、奈良ですね、奈良の西大和が。そして特別編入っていうやつなんですね。どういうやつなんですか、教えてください、知ってる方。続いて大阪聖光学院。そうですね、やっぱりここでしょう、聖光ですよね。やっぱり天王寺と聖光って感じですもんね。あくまで関東の人のイメージかもしれないですけど。次が大手前高校、理数科ですね、大阪の。で続いて滝高校、はいはいはい、愛知県ですね、中部勢初のランクインですね。同率が東海高校、はいはいはい、林先生のとこですね、中部トップ2つって形ですね。続いて偏差値72になって18位、星雲高校、はい、長崎ですね。同率がまた来て、東邦大学附属東邦、はいはいはい、千葉にあるとこね。岡山白陵、はあ。そして次が、あ、来ました、和歌山県ですね、智弁学園和歌山。野球も強くて有名ですが、編入なんですね。で続いて大阪の北野高校、あ、うちの動画だとポイズン松本が出てるところですね、はい、ポイズン賢いとこだったんですね、やっぱり偏差値72もある。ポイズン兄弟言ってますから、普通じゃなくて分離っていうの。続いて洛南、あ、再び出てきましたね、洛南が。今度は洛南は三類っていうのになってるんですね。へえ、どう違うんでしょう、三類。なんかすごい東大みたい、理科三類、文化三類。続いて、あー、四日市高校ね、はいはい、三重のね、国際科学、へえ、まあ有名ですよね、四日市高校はやっぱり。続いて旭ヶ丘、中部愛知県、続いて、あ、来ましたね、早稲田実業ですよ、はい、双日通過。高校入試だと早稲田と慶応で
差があるんですかね。で続いて豊島岡女子学園、そうですね、関東だったらはい非常に有名ですね。まあ女子校自体そうだね、ランクインしてるのが少ないもんね。お茶の水、慶応女子ときて豊島岡女子って感じですかね。続いてはい早稲田大学高等学院、はい早稲田ですよ。そしてはい学芸大付属ね、はい出ました東京学芸大付属です。こちらもレベルが高くて有名。そして千葉の市川、はいはいはい市川ですね。で次が早稲田大学本庄ですね。ああ早稲田が3つここに来て入りましたね、18位に。次が久留米大学附設、はいああまあ福岡ですね、久留米入りますね。他のウェブサイトだともっと高い位置にいたのもありますね。久留米確か星雲とかラサールよりも上にいたサイトもあったと思いますね。はい続いて鶴丸高校ですね。はい学区外、へえ学区外なんていうのもあるんですね。学区内と学区外でレベルがやっぱ違うっていうね。ああまああることありますね。で次は広島大附属福山、広島県出てきました。初ですよね広島ね。で普通に広島大学附属も出てますね、両方とも。そうですね、中国四国地方では岡山白陵に続いてって感じですね。で次は紅葉学院、近畿地方、はいやっぱり有名どこですね。続いて清風南海高校ですね、大阪。三カ年特進っていうのがあるんですね。はあ特進クラスがやっぱりレベルが高いってやつなんですね。次が京都教育大学附属、教育大学か、なるほど。で続いて岡崎高校、はいまあこれ愛知では有名ですね。で明和、はいはいはい。で清水東、はあ静岡出ましたね。静岡は初ランクインですよね。で次は浜松北という形で、はい静岡が2つで、清水東の方は理数なんですね。で次が慶応義塾、湘南藤沢高等部、あやっぱ SFC の方が高校は下に出るんですね。で71が昭和学院修英、あーはいはいはい渋幕の隣にある高校ですよね。もうほぼほぼくっついてるんですよねこの2つね。で千葉高校、はい千葉やっぱ県立千葉、県千葉と言われるやつですね。そして慶応義塾四季、はい埼玉にあるやつ、四季校って言われるやつですね。四季校と SFC が他とちょっと差がついてるって、まあちょっとですけどね、これね、あまりに同率がいっぱいあるからすごい離れてるように見えますけどね。まあどれも超難関校ってことですからね。続いて、筑紫ヶ丘高校ね、はい、福岡県にあるやつですね。理数が やっぱり上なんだ。で次が愛工、ああはいはいはい、これは愛媛の有名なとこですけど、愛媛初ランクインかなですよね。はい、で修道、ああ広島ですね。はい、で次が西京学園、 S 特進理系、へえ特進の中にもいろいろ S とか A とかあるのかな、それで理系とか分かれてるのかな。続いて明星、はい大阪のだから明星ですよね。大阪文理理系選抜だ。そして次は立命館、おお立命館が出ました。メディカルっていうのがあるんだ、へえ医学部目指すのか。そして三重の伊勢ね、はいはいはい伊勢高校国際科学。続いて一宮高校、愛知県ですね。これ多分一宮って他にもいろんな地方にありそうな気がしますね。で次は静岡高校、おお静岡県再び出てきました。岐阜高校をその県の名前がついてるところですね。そして次は青山学院高等部、はい出ました青学です。はいマーチついに登場。続いて西、はい都立西高校ですよ。で日比谷、あ出ましたね、この日比谷の問題ね、受けてほしい受けてほしいっていうのが結構来てたんでね、それやっぱ日比谷難しいんで。そして次が国立、国立じゃないですよこれ国立、私武田塾国立高校のオーナーですけど、すごいんですねすごくやっぱり国立高校って。なるほど。続いて名古屋市立菊里、はいやはり名古屋出てきますね。そして浦和高校出てきたじゃないですか、勘太郎さんが前に浦和高校の名前が出た時になんで俺の名前を出さねえんだって言ってましたけど、はい勘太郎さんの大好きな浦高で、学科はでも普通じゃなくて単位制って書いてる、もしかしたら勘太郎さんとは違うかもしれませんかまあ浦和をね東大の実績出してますからね。続いて江戸川学園取手高校、ああ茨城初めてじゃないかな。ここまでが、偏差値70を超えると、まあつまり63校もあったわけですね、偏差値70を超えるところが。すごいね、やはり地方の差っていうのはあると思いますね。やっぱり都市部に多いっていうのはこれ見てもわかりますよね、やっぱいい教育を受けられるっていうのには地域的差があるっていうのはちょっと避けられないかなと思った感じです。はいぜひですねまた皆さんのご意見お聞かせください。またあとは補足情報ですね、ここはこうなんですよっていうのをね、ぜひ教えてもらえればいいんじゃないかなと思います。はいご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.